皆さん、こんにちは。石井秀俊です。妻のヨーコでーす。目音知事改正、やっていきたいと思います。久しぶりです。久しぶりです。今日は何日ですか？今日は。23日。お、23日。ということで、だいぶ間が経っちゃいましたけど、けど出張やら何やら忙しい時に限ってニュースがいっぱいあるやん、みたいなの。本当は山のようにあるんだけど、まあ、とりあえず今日の新聞かな。はい。みんな大好き。じゃじゃん。韓国。軍事協定を破棄、ま、ジ・ソミアですな。ガッチョーン。まあ、ネット状況を、まあ、昨日からね、これで大騒ぎ、なんか、拍手を送ってるっていう感じも、やったーみたいな感じになってるのかな。ちょっと突っ込みどころが、ちょっとどっから話そうかっていう感じじゃないの、でもそれでも。いや、まあ、ジ・ソミアだけ、読み方ジ・ソミアでいい。ジ・ソミアでいい。その、軍事的な情報を共有する。共有するし、漏洩もしないみたいなやつだよね。もちろん、で、それを韓国とやっと何年 ?2016 年。2016年、パク・クネの最後の時にやっと結んだわけですよ。そう。で、おーっと思ってたら、破棄して。まあ、まあ、しかしね、これは想定の範囲内なので、まあ、結論からいくと、もうその、何、お祝いするっていうのもちょっとおかしな話だから、それはまあ違うし、かといって、まあ、慌てふためいて、あの、泣き悲しむような話でもないと。まあ、まあ、一言で言うと、まあ、想定の範囲内と。まあ、こんなもんかな。まあ、さすがムンジェイン、ということなんでしょう。まあ、実際問題、日本が得することははっきり言うと一つもないんですよね。基本的な、まあ、私が、まあ、ずっと言ってきたことだけど、基本的な発想としては、たとえ韓国が、まあ、どういう政権であるにしろね、日本のことぐちゃぐちゃ言う政権であるにしろ、日米韓の枠組みで、北朝鮮、中国に対して向き合うと。まあ、特に北朝鮮に対して向き合うというのが、基本的にあるべき話なんですよ。しかし、まあ、今の韓国のムンジェインは、もう北朝鮮のお友達なので、北朝鮮、中国、そして韓国で日米に向き合うと。いう政権なんですよね。もう普通の政権じゃないわけだから。だから、もうあの、まあ、彼らはその北朝鮮が喜ぶようにすると。日韓の軍事協力を台無しにすると。要するに、それにダメージを与えていくというのは北朝鮮が喜ぶ話で、まあ、北朝鮮の求め、北朝鮮も批判してたんですよ。このジーソミアは破棄しろと。その北朝鮮の求めに応じたと。ね、それだけなんで。なんかその協定をさ、北朝鮮側が戦争協定とか、まあ言ってる。言ってるわけでしょ。そう。うん、まあ、例の戦争法は絶対反対みたいな、まあ同じノリと。韓国版みたいな。同じノリで。だから韓国内の、要するに左派っていうのも、その協定の破棄を求めてデモとかもやってたわけなんだけど。北朝鮮のためにやってた、ね。やってた。で、まあその通りになったと。で、アメリカの国防総省が、まあ、あの、非難声明を出してるんですよ。これはちょっとありえないだろうと。だからそのどんなにその例えば他の問題で揉めてたとしても安全保障はその安全保障に関することはあのきちんとやるべきだと、あの持続させるべきだっていうふうにあのまあ非難声明をまあ国防総省は出したわけですけど、まあいかに韓国の今のムンジェイン政権が異常かっていうことをさらにアメリカ政府も分かっただろうと。象徴されてしまった。まあまあいうことなんですね。まあ以上終わりということで、まあこのとにかくムンジェイン政権の間はこれはどうしようもないので、まあいずれにしてとにかく次の総選挙でもう、なんとかね、あの政権交代をするように持っていくしかないというふうに、あの、対韓国ではなくて対ムンジェイン政権ということで、まあいかに対人に追い込んでいくかということを考えるしかないでしょう。ということで、この件は以上終わり。はい。ほんでね、あの、今日の新聞はね、まあ、あの、まあ、いろいろあったんだけどね、まあ、今日の新聞は、お隣の本当はこの宮古島のね、弾薬庫。うん、それすごいよね。あ、すごくないの。え、すごくないの。全然すごくない。え、っていうかもう当たり前の話なんだけど、ちょっとこれは何、あれかな、むしろなかったんか。なかったのよ、ないのが問題外だったんですよ。宮古島弾薬庫10月着工とね。だから、安倍政権がきちんとやってて、その宮古島、石垣島に、地対艦ミサイル、地対艦ミサイルというのは陸上自衛隊、陸が海の船、を攻撃するミサイル、それから地対空ミサイル、これ、陸上自衛隊が空の戦闘機を撃ち落とす地対空ミサイル部隊と、まあ、そのミサイル部隊を守る警護部隊ね、要するに普通の部隊を、石垣島、宮古島に配置したんですよ。安倍政権も着々とやってるんです、その辺はね。で、
やってんだけど、あの岩屋っていう、まあちょっとちょっとちょっと違うんじゃないっていう防衛大臣が今いるじゃないですか。多分もう来月、言葉選んだよ、多分来月どうせすぐ変わると思うけど、絶対変わると思うけど、うん、っていうかもう変わるよ、ね、100% 変わる。もう変わって。やってるか変わる。もう心配しなくても変わる。うん、で、まあちょっとね、確かにね、また防衛省がいろいろ問題を起こすからね、うん、その宮古島で、その弾薬庫ができるまでの間、うん、そのミサイル部隊が先に行ったわけ。うんうん、そこに、その弾薬をね、うん、置くって話がなんかね、小銃、要するに小銃ってのはそのライフルね、はいはい、ああいうのしかないみたいな余計なことを言ったもんだからね、ミサイルが保管されるってなったら、そ話違うじゃんみたいな感じで、沖縄もそのね、言ってた話と違うだろうみ、バーンみたいにこの沖縄セロになっちゃったわけよ ね、 ね、最初から置けば当たり前の、置けばって言っとけばいいんだけど、俺ね、いらんこと言ったって、いらんこと言ったら撤去しますと、撤去しますってなんでやってね、ミサイルのないミサイル部隊って何みたいな、もう意味がわからないだろうみたいな、もうなんと意味がわからない、何のコントですか、だからさ、産経新聞が毎回当時書いたと思うけど、うん、もうあのしょうがないから、ミサイルの筒で相手ぶん殴るしかないと思ってあの自衛官のコメントとかな、あのなんかコメントしてたとか言ってね、まあ、あの匿名のコメントだけど、そういうのが流れてたけど、まあもうアホみたいな話なんだけど、しょうがないから、まあ、恐ろしいね、それが安全保障の現状って、ね、現状 でもとにかく弾薬庫を作りますと、うん、10月に初めて、これ1年かかるって話だから、まあ、1年後までできない、うん、まああと1年か、まあ、しょうがない、うん、まあ、とにかく着々とやっていくし、これも着々とやっていくしかないと、ね、うん、でこれすごく大事な話で、あの前なんかの時言ったと思うけど、あの日本の防衛、安全保障がいつもね、その当初奪還作戦ってなるんだよね、うん、島を奪い返す、うんうん、島を奪い返す訓練をするとかね、うんうん、当初奪還作戦に必要な能力を持つとか、うん、例えば九州の佐世保に、あのいわゆる日本版海兵隊っていうのがいるわけよね、うん、それはあの島を奪われた時の当初奪還作戦やるとかね、うんうんうん、あの地帯、これで話、あれなんだっけ、敵地攻撃能力の時に話したけど、あの要するに捉える前提、空対地っていうのは戦闘機から地上に向けて撃つミサイルね、空対地ミサイルも当初奪還作戦である、うん、当初奪還作戦何、取られたら取り返す、取られること自体がすでにおかしいだろう、おかしいよね、そうおかしいだろう、取られるなよみたいなね、そも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 みたいな、取られるなよみたいな話なので、で前提がおかしい、前提がおかしいだろうとでいう話なんだけど、まあもちろんだから悪いことじゃないね、取られた時どう取り返すか、もちろん大事なんだけど、前提がおかしいで、その時にやっぱり一番大事になるのが、これは北村淳先生がね、あの前あのまあ、ぜひ北村淳先生の方はね、いろいろ読んだ方がいいと思うんですけど、うんうん、あの前から言ってるように、とにかく敵の艦船が来る、敵ってのははっきり言って中国軍がいろいろ来ると、うん、でそれに対して地対艦ミサイル、地上から船を攻撃する地対艦ミサイルのバリアを作るんだと、うん、南西諸島にね、バリアみたいな、うん、もう要するにミサイルを地上から叩き込むと、ダダダダダと、うん、で片っ端から中国の船を沈めてしまうと、うん、いうミサイル防衛網っていうかな、まあ、その、うん、バリアをね、作るべきだと、図で見るとすごいもんねもうそれバリアみたいなって、それをね、作ったらいいっていう提言をされてるんですけども、うん、その通りなんですよね、うん、だからそれ、まあ、実際それに沿った形っていうか、うん、まあ、別に北村先生がいたからなったかどうかは別として、その石垣島と宮古島ではできるんです、うん、それから沖縄本島の南の方にもできるので、うん、宮古海峡ってね、沖縄本島、那覇とかから沖縄本島と宮古島の間の海峡が大きい、うん、ここがね、いつも中国軍の海軍とかが通り抜けていくんだけど、ね、国際海峡だからね、通れるんだけど、いざという時は沖縄本島の南の端っこにも、うん、あのミサイル部隊があるし、宮古島の方にもミサイル部隊があるから、もう絶対通れない状態になるんで、完全封鎖できるので、おそらくその海中には機雷も設置してるし、うんうん、潜水艦部隊もこっちはいるわけだから、まあ、通れなくなると思うんですけど、あの、まあ、そういうミサイル防衛も施行と、うん、でも今のところミサイルがないから、ぶん殴るしかないよみたいな話になってんだけどね、はい、まあまあ、とにかくそれも始めますよっていうのが、うん、まあ、今日の新聞です、はい、で、あとなんだっけ、いっぱいあったんだよな、ほんとね、いっぱいあってね、うん、あんまり目立たないニュースだったけど、例えば G7 をね、うん、G8 にするって、うん、あのトランプが言っててね、うん、これは問題だなと思ってんだよね、なんでトランプはそんななったんだろう、まあ、もともとほらロシアと近いでしょ、うんうん、あのトランプはロシアと近いというか、ロシアをどう引き込むかっていうことを考えてるから、うん、しかし日本としては
知っての通り、その北方領土問題がまだ解決してなくて、平和条約もない状態なんですよね。うん、でなんでロシアはここね、うん、国際社会にその日本としてはその平和条約結んでないってことは、極端な方ですと戦争状態が完全に終了してないわけよね、うん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 、それはなんでこのそんなところに入れてやらないといけないのって話なんで、これは取引材料としてはしっかり使わないと、うん、トランプが言ってるからまあ入れましょうって話にはならないと思うんだよね、うんうん、あとニュースで言えばね、国民民主党と立憲民主党が統一会派を組むとかも、うんまあどうしようもない話なんだよね、うん、あとなんだっけ、そっち行っちゃったね、やっぱりね、いっぱいあって、その何、フェイスブックとツイッターがほら、あの中国のアカウントに、うん、あの中国軍が情報操作してるののアカウントを潰したとか、あれも大事、うん、イギリスの領事館の職員が、香港の領事館の職員が逮捕、ね、捕まった、うん、なんか買収の疑いとかなんか出てるけど、あんなわかんないね、まず、要するに偽造かもしれないし、で、いろいろあるんだけど、うん、一番大事なニュースで、これだけで本当はビデオが1本撮れるぐらい撮らないといけない話が、うん、台湾なんですよ、うん、さあ台湾なんでしょう、何バーンって、あの時新聞の一面に出なかったっけ、香港系、いや違う、台湾、うん、台湾に、アメリカが台湾に F-16V 戦闘機を66機撃っていう、これなんですよ、もうこのここ1週間、もうだいぶ経つかな、ちょっと動画だいぶ出してないから分かんないここ最近で、とにかくこれが最大のニュース、アメリカが F-16V 戦闘機を台湾に66機売ると、うん、約8500億円だったから、円になって8000数百億円規模なんですけど、っていうニュースが出て、今日の新聞だったかな、議会にも通知したっていうふうに出てたから、まあ、とにかくまあこれ決定してるんだけど、うん、一言で結論だけ言うと、うん、まあもう今までもずっとそうだったんだけど、要するにトランプ政権としては、トランプ政権に限らずもう民主党も含めて、アメリカとしては明確にその蔡英文政権を支持するというメッセージなんですよね、うん、でこれも僕が前からもう今年の1月からその2019年はって言って、うん、言って今年は台湾って 今年は台湾、まあ、実は2020年の1月が選挙なんだけど、うんうん、とにかく台湾の総統選挙が今アジアで一番大事な問題だと、うんうん、変な話、ニュースになってるのは香港なんですよ、うん、でもちろん僕らの友人が仲間がいて、ね、香港で逮捕されて大変で、香港のデモはもちろん注目してるんだけど、香港じゃないんです、うんうん、それはそれとしてね、もうそれはそれとして、うん、もちろん全力応援してるんだけど、うん、やれることはそうじゃない、うん、アジアにとって最大の問題は今台湾の総統選挙で、うんまあ、蔡英文が民進党側の候補者なの、これ絶対蔡英文勝たせると、もうこれがもうとにかくもう死活的にっていうか、もう全てに優先される最重要課題、うん、もう負けるもんね、戦いだから、うん、要するに台湾が、うん、誰であろうと国民党、蔡英文じゃない国民党側の総統に選挙で負けてなると要するに韓国と同じ状態、うん、ムーン・ジェインになったら、うん、まあ、これでもかっていうぐらい北朝鮮寄りの政、うん、国になる、国ごとなるでしょ、うん、同じよ、台湾の国民党側の総統になったら国ごと向こうに持っていかれるって話、要するに一つの国をね、相手陣営に取られる話なんだよね、うん、だ絶対に蔡英文に勝ってもらわないといかんわけよ、うん、まあ、ちょっと彼女も色の問題は、まあ、正直言ってね、例えば保守の我々の立場からあると思うんだけど、うん、対中国の観点から言えば 100% 彼女を支持するしかない、でそれはアメリカも全力でそう思ってて、そのまあ究極的なね、もうメッセージが今回の F-16V 戦闘機を売るって、うんうん、で、これはもう本当トランプ政権力入ってんなと思い切ったね、もうだから中国は激怒してますけどね、うん、結局その戦闘機は中国と戦うぜ、もちろんもちろんそのための武器なんだから、うん、それを中国の反対を押し切って売るっていうことは、うん、すごい、もうそれだけ蔡英文応援してますよっていう、台湾の要するに台湾が中国に飲み込まれるんじゃなくて、台湾の独立現状を維持するためにアメリカを応援しますよっていうことなんだから、うん、アメリカはこちらなんだってね、そう、つまり蔡英文とそんだけ、しかも蔡英文と近いんだよと、うんうん、アメリカは蔡英文を応援してんだよっていうメッセージで、それは台湾国民もわかるから、うん、そういうもうものすごく強烈な政治的支援をね、うん、してるっていうことなので、これはすごく大事なことなんですよね。だからまあ本当はこの台湾に、アメリカが台湾に F-16V 戦闘機66機撃ったっていうことが、もうこの1週間で最大のニュース。おー、うん、でもみんな韓国のネタにも
まあもちろん韓国の森ではジソミは盛り上がってると思うけど、ひどい話なんだけど、まああの今後を考えていくにあたってね、そうそう、今後を考えていくにあたって、うん、これはあのとにかくあの本当に見といてほしい、うん、先回りしてちゃんと考えていかないで、我々もとにかく蔡、うん、もう今が勝負なので、蔡英文政権をどう応援して来年の1月の選挙に勝つかということで、うん、あの、うん、まあ引き続き応援していきたいと思いますので、まあ、よろしくお願いします。久しぶりすぎました。はい、はい、あでも本当にこの G7 が G8 とかもめちゃくちゃでかいニュースなの、勘弁してよみたいな、ね、だから構図が変わってしまうよね。もうロシア、ね、これはちょっと良くないと思う、うん、もうとにかく変なことがいっぱいあるわ、もうとにかく、うん、あとちょっとまた言わん、どうせまたこれ別で言おうかな、カンボジアのね、話もちょっとまあ Facebook ご覧、僕の Facebook ね、彼女の Facebook ご覧の方はね見てると思いますけど、ちょっとカンボジアネタもありますんで、それはまた話します、うん、おいおい、これも対中国だから、はい、いうことです、ね、はい、じゃあ今日はこの辺にとどめますか。はい、もう長くなってきたから、ね、ちょっと一杯、ちょっと久しぶりすぎていっぱいあった、ちょっといかんね、まあ仕事の出張だったらしょうがないんですけど、まあこまめにやっていきます。まあ、ということで本日もご清聴いただきどうもありがとうございました。目音時事解説を応援してくださる方、ランダム陽子の秘密サロンに入ってください。下にリンク貼っておきます。住むだけいやさか。